愛から生まれた一冊の本にはまだ書かれていない恋という一文字。イちゃんのストーリーの感想がマジそれなすぎた。嬉しい、共感してくれて。ちょっとね、つぶやきたくなっちゃって、ちょっとストーリーをおたかつに使っていきたいなって思いました。退屈な15ページだった次をめくると息が詰まり溺れた。文字にできないこの感情に今日も理不尽に打ちのめされた。潔癖だった知りたくなかった。この苦しさの正体とかだけど傷ついても読むことをやめない。綺麗じゃいられない君を知るページ荒ぶれ乙女たち抗え乙女たち痛みを知ってゆけしおりはいらない。付き合ったとして何をすればいいの。あれもしなきゃダメなのやったよ無理だよ。純情という正義に悩み今日も異性に振り回されてる。それでもきっと誰かを愛して次のページをめくるのだろう。決して悪ではない、変化を恐れない。過去に笑われても中指立てろ。胸張れ乙女たち戦え乙女たち涙ばかりじゃない、ハートは温かい。